フィン・アドルフ・エリク・ヨハン・マルムグレンは、スウェーデンの気象学者、北極探検家、イエーテボリ生まれ。マルムグレンは、イエーテボリ、スンツバル及びストックホルムで学問を収めた。1912年に、ウップサラ大学に入学し、1916年に、学士号を受けた。1917年、アクセル・ハンベルク教授の女子となり、パーテ・チャルコの観測所で勤務した。 1920年に、ウプサラの気象学会に戻ると、翌年には、オットー・ペテルソン教授の水路研究所の准教授となり、グルマルスフィオルドにある島で、海洋研究に従事した。1922年から1925年にかけて、マルムグレンは、北極で、モード号に乗って、ロアール・アムンセント・ハラルド・スベルド・ラップの探検に参加した。1926年には、 北極の上空を飛んだイタリアの飛行船ノルネ号に乗り、そこでフランティシェク・ベゴーネクの科学的手法を学んだ。1928年にマルムグレンはウンベルト・ノビルの飛行船イタリア号による北極探検に参加した。5月25日、3回目の飛行で飛行船は墜落し、数人の探検隊メンバーが不評に取り残された。 肩に負傷したマルムグレンもそこにいた。5月30日、マルムグレンは、イタリアの主官フィリッポザッピアダルベルト・マリアーノと共に、助けを求めるためにキングズベイに歩いて戻ることを決めた。6月15日、内主16日、マルムグレンは、倒れ、そこに取り残していく、よう二人に頼んだ。7月11日、ソビエトの砕氷船クラーシン搭載の飛行機の、 パイロットチュクノフスキーは生存しているマリアーノと雑ピ、さらにマルムグレンの遺体を発見した。マリアーノと雑ピはその翌日救助されたが、フィン・マルムグレンの遺体は見つからなかった。マルムグレンの死の状況は未だに明らかになっていない。報道では雑ピとマリアーノに対し、マルムグレンの放置、さらには人肉食の疑いさえかけられた。ありがとうございます。